これからオナガドリの止め箱の掃除を始めていきます。よろしくお願いします。こちらはオナガドリのトイレに使っている床材です。ヤシ殻土に人工長寿、シナモンとか香料を混ぜています。あとコーヒーの出がらしも入って、消臭と香りも出してくれます。こちら餌入れと水入れです。100均に売ってるマスを使ってます。これが新しいもので、古いものはこちら、洗剤が入ったつけ置きの水につけて殺菌していきます。と一部屋目掃除していきます。よいしょ、尻尾入っちゃったかな。よいしょ、少し尻尾が入っちゃいましたね。よいしょ、こちらトイレです。これは折れちゃった尻尾かな、折れたな。うんちです。糞は袋に溜めておいて後で堆肥として畑に撒きます。中捨てたものに新しい土を床材を入れます。次に、よいしょ、餌箱ね。よいしょ、お、固まっちゃったかな。お水ね、いらないお水を捨てて消毒槽に入れます。よいしょ、餌箱も食べ残しね捨てて、これも消毒槽へ。よいしょ、新しいの2個用意しといて、ここがね汚いから、ここをこことこっちを掃除機で吸っていきます。よいしょ、掃除機で吸っていきます。よし、掃除機で吸い終わったらトイレ新しいのセット、あと餌箱ね、これとこれ中引き出し、床敷きとと、さあこぼさないようにね台を入れて OK です。中のお部屋掃除は OK。 さあ次、ここの乱れたおばねの手入れをしていきます。1個目の掃除が終わりです。新しい後で餌も入れます。次の子です。よいしょ、この子はまだおばねのバッチ始め、そしてあとご飯のね食べる癖が下手くそで残し物が多い、散らかしすぎ、ダメでしょ。うんちは綺麗ですね、最高。おう、うんちタワーができてる。リモーニー健康だね。次のお掃除してるこのやつに嫌なもの見つけちゃった。サナダムシ系だ。やだ。
真田さんがついてる。いやー、この子後で口うざいを飲ませましょう。あら、他にもいた気がするんだよな。いない？あ、ここにいる。あー、これやばいな。お薬飲ませます。確かにお前は体重が軽いんだよな。お虫ちゃんがいたのか。後で薬飲もうね。駆虫剤と、ぬかを丸めたお団子です。これを飲ませます。これで様子を見ます。多分2時間後からはここにね、精虫が出てくるかな。ここがオナガドリの止め箱のある防音部屋です。ここの床を掃除機で吸ってきます。以上で、お掃除終わりです。 OK。 後でお薬飲んだこの子の映像を載せます。バイバイ。